誰もいねえ。何これ何これなんで案内所前にしたのこれあのさ、もうちょっとあったろ。もうちょっとあったろよ。場所。じゃあ私が行くわ。代わりに。ちょっと、はい。よし。バーチャルの、利点を活かして、ちょっと、ここら辺にいるように見せかけようじゃないか。よしよし。こんなもんかな。方針が合わないけど。こういうことあったっけ？あ、ある。いいね。はい、シャッターチャンス。いろいろある。よし。自分でも。よし。いやー、いないとは。誰もいないとは思わなかった。こんにちは。ひにおさん来ねえし。はい、たぬきちななもと。まあ、ちょっと一日すっ飛ばしてるんで、あんまりもう日にちは当てになんなくなっちゃったけど、時間すらも。はい、サンデーさん来たね。うん。そして、じゃじゃーん。よいしょ、博物館来たねー。福田さんによると、21組にすれば大歓迎と。入館料無料。お、セレモニー。星のセレモニーもあるんじゃないそういえば。お、なんだい？あ、リメイクだ。リメイク来たね。リメイクマスターするとね、色変えたり、柄変えたりできるからね。きょい。長ない。おい、どうもどうも。あ、そうだ。いろいろ頼んだからね。いろいろ頼んだって1個しか頼んでないやんかい。耳もそろそろ受け取っておくか、これ。屋外にベッド置いていいですかマリンスーツ新しいやつです。お乳の。いや、かっけ。これベッド。ちょっと、ベッドリニューアルすっか。ちょっと入れて。なんで自分の家なのにこんなスムーズに入れないの？そんなことあるか？これでかいよね。これ、あんまり、位置関係とか考えてなかったけど、どういう向きがいいんだろうな。多分作業台は普通こっちで、入ってすぐ作業したいもん。ベッドはここがいいかな。あ、もう嫌だな。こうがいい、こう。頭、向こうが、あ、でも、なんかやばい。うん、やだ、これがいいな。これ向きにしよう。で、貝殻、ちょっとなんか作っか。マイルマル、なんだ？あ、一番下のやつだ、多分。これだ、ほら。3日過ごしたことになってるから。ゲームの中では。そう、マイペースって、うん。マイペースってなんかのんびりしてる風に使われてるけど、結局、あれだからね、急いでたって自分のペースであればそれはマイペースだから。せっかくならちょっと、取りたいな。貝殻あるかしら。払ってきた人生だったからちょっと、ないかも。だいたい自分の頭に見えねえんだよな。ある。足りなくね？足りないかも。ちょっと作りたいな。おしゃれしたいよね。もう、一回、あれだ、外出て、もろもろしよっか。あとサンデーに毎朝しないといけないね。足もできたろうし。これ抜くか。あ、で、これは、どうしようか。家の裏にでも置いとくか。隠すか。これは、この辺に。あち。見えなければよかろうなのだ。で、これか、外して。パン。あ、橋見に行ってみましょう。あれ？この木なんだっけ？この木何の木？何の木？これ何これ？こんなん植えたっけ？広葉樹？梨かな？あ、梨だ。あれだ。果樹園のキャンペーンかなんかやれみたいなマイルで植えさせられた梨です。おっと、家になってますね。あ、ちょっと待って、あの蝶々、ちょっと欲しかった。出会わしてる。ちょっと、あれだね、ちょっと踊り込み中らしいので、ちょっとまた後で。ノックしたら入っていいとかいう、そんなルールある？普通に不法侵入だよね。え、さっきの蝶々いなくなった。消えた。また同じとこに埋蔵金あるし。蝶々いなくなっちゃった。まあこれ、この外観いいよな、ログハウスっぽくて。みんなこれにしたいんだけど、私。ちょっとこれはね、あれなんだよね。ちょっと離島にしてちょっと自己主張が強すぎるんだよな。でも外観がこれだけ可愛いんだったら内装も本当はさぞかし可愛かったろうに。ごめんな。敵住民だから。うん。どうしたどうした何しか何してんのうん。あれは変にも、知らんよ。何言ってあんたって。バイクだから。兄貴はマジバイク乗んの好きだな。何しか教えてくれ何しかなんで先にレシピ用意してんだろういつもよりレシピ先に用意してくれてるもんね。ありがとう。先ほど奪えないかな作ってるところ押しのけて、手形を横取りすることはできないだろうか。いや、ごめん、やめとくよ。ごめんね。うん。てか、寝袋どうにかしろよ、もう。ランタンもいらないだろ。上に電気あるんだから。何のためにランタンいんの、それ。やらかいランタン。チャンプの挨拶しようか。チャンプのチャに引きずられちゃった。言葉が。よし、この外観いいなぁ。いいよね。何？ああ。何をそんなうろうろしてるの？どうした？落ち着けないな、君。いや、いいわ。筋トレはしたくないんだけど。うん。ああ、見たらわかる。寝袋は、まあ、あれかな。ベッドとか布団よりも、あれかな、時短になるのか、寝袋の方が。もぐ。来る。そうだな。うん。おー。でもそれずっと着てるよね。下履いてねえし。ずっと着てるよね。まあ家の中だからいいけど、もう外に出ないんだよね、その格好でも。あげたいよ、マジで。ワンピース系の服着たらあげたいな。そうだな。ワンピース系の服だったら、下もうまいこと隠れるだろうしな。うん。ちょっと今度考えとこう。皆さん下半身丸出しすぎてちょっといきませんよ、風紀的に。ああ、橋できてますね。いいね。系はちょっと置いといて。続いてレシピも探すか。もうここまで来たなら。あと、貝殻も拾っておきましょう。昨日、ローラン来て、今日は誰か来るかな？誰か来訪の予定はありますかね？あ、あった。待ってましたよ。どこ誰か知らないやつで、風呂の中でぼーっとしてたら、DIY の面白いアイデアが頭の中バカーっと浮かんできてな。せっかくだからこのビールの透明に作り方を教えてやるよ。よかったら作ってみてくれな。発明をかじろうより誰だ？バンブー！竹そこにあるから、作れってか。ここの竹で。ってこと？もう壁、床みんな床のレシピくれないよね。みんなしてね。壁のレシピばっかりなんだわ。床のレシピくれよ。俺捕まえたっけ？でもさ、虫にあんま、そんな得意じゃないからさ、なんでも同じに、ああもうくっそ腹立つ。なんでこう、あれなんだろうな、距離感がつかめないのかな。もう嫌になるよ、ほんとにもう。そうだ。ちげえ、そっちじゃない。ああもう。ああもうが多すぎるよ、もう。あ、ちょっと、そう、サンデーにも挨拶しないといけなかったね。竹も掘っとこう。今大事だから。今暑いから、化石が。あ、ちょっと。ここ渡るのそろそろ不便だから早く橋欲しいね。てか、まあ土管があるんだけどさ。お、こんな家なのか。どれ。でま、よかった、家の中いて。割と引っ越してきたとき、家いない人いるからね、たまにね。そうね。確か、のんびり、ぼんやり系の男子って、最初来た時地面こんなんなんだよね。土っていう。うん。こんないかつい顔つきしてんのにね、声が可愛いんだよね。うん。よし。ダウン。じゃあ頑張ってね。なんか、割と段ボールいっぱいあるけど、あれかな。収納パンパンにしてくる気なのかな。どうやって引っ越してくるんだろうなこの人たちは。なんか、そういう宅配業者とかあんのかね。まあ、飛行機があるぐらいだから、荷物の運搬もできるか。飛行機開発できるぐらいの知能はあるんだから、収納ができないなんてことはねえだろうよ。さすがにね。よいしょ。あ、明日越してくんのがレイコちゃんかな。レイコちゃん。なんかやだな、なんか、すごい、おっさん臭い感じになっちゃったね。うん。レイコちゃんが、越してきますと。貝殻拾っといて。貝殻拾いまくったら今度そこに置いてあるブスを拾えなくなる可能性はあるけど、ちょっと一回。よいしょ。化石だけ拾っておきますか。あー、立派だねー。おー、ここ自分家にすればよかったなー。そう、あんこさんがね、来るらしいです。じゃあちょっと入館しましょうか。じーっと。セミが鳴いてるけど。今年まだセミあんま聞かないのは、まあ、4月入ったばっかだしな。ごはあはい、そうね。わかるわ。うん。あ、もう、朝からバンバン眠いけど、私ね。いや、まあ、そうね、立派。うん。もう、なんか島の名前後から、なんかこう、変えるあれとかないの別に、まあいいんだけど。ラブ2乗。ああ、そうね、化石の、あれしてなかったね。ごめんね。うん。いいよ。ラブ2乗博物館。すげえ名前の博物館です。ちょっとね。移動する。じゃあちょっと、せっかくなんで化石をね、やっぱり。初化石。いや。ほほこれ、紛れない化石ではありませんか。いやー、直視の直感が当たりました。私もやると思ってたんですよ。おっと、とにかく、まずは鑑定しましょう。誰うん、なるほど。おお、プロサウルスの尻尾。うん。あ、じゃあ、お願いしようかな。うん。嬉しそうだな。うん。うん。そうね、アークサバイバルエボルブドっていうゲームだと、割と、あれだもんね。すごい攻撃的だもんね、あいつね。うん。水辺に近寄らんとこってなったもん。怖いわ。あ、あわわしてんのかわいいや。うん。はーい。うん。うん。うん、そら、そうだね。うん。はーい。じゃあ、ちょっと今後まとめて鑑定できるのかなああ。もう、散々ごめん、たぬき商店とかにうっぱって、ね。あと一応しもうと。まあ今後気になったものだけこれって何って聞くようにします。まあだいたいもうわかるだろうからね。はい。よいしょよいしょ、うんとこそ。よいしょよいしょ、よっこいしょ。ダブってんのないと思うんだよな、この時点でね。そうだよ、下じゃない、すごいでしょうん。あ、あげるなかった。うん、いいよ。持って帰って。寄贈するよ。一回鑑定しないといけないの。うん、この化石出ちゃったよ。聞いちゃったよ。みんな多分来ただろうから、うんこの化石の、あれ聞くか。よし、うんこだぞ。元。喜ぶな。イェイ連呼するな。いや、もうちょっと何を解説してくるの、これ。うん。嬉しそうだな。はい。うん。化石調べるではなくてはならない情報。そうね。まあ、なんか、ここから微生物とかなんとかを検知して、こう、ね、どういうものを食べて、どういうふうな環境で生きてきたかとかを、あれだよね。検索じゃないね。検索ではないね。ググるでもなくて調査するんだよね。何でもかんでも調べることをググるっていうのやめた方がいいな。こういうとこ、小石を丸飲みし、お腹の中で水素物消化していたことが分かったんです。すごいね。食べ方も分かってしまうとすごいですよね。うん。うん。はーい。どうする？これと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 これ。よし。はい、まとめて、ドンと。ちょっと一回出て、外のものも、持ってこれっかな。ちょっと持ってこれなかったら貝殻を一回地面に投げ捨てて、寄贈しようと思います。